今日はここで枕ハンターをしたいと思います。 OK？ そう、あなたにぴったりな枕をかなたちゃんのこの鋭い眼光で見極めちゃうのです。 OK？ じゃあレッツハンティング。いいの選んだね。肩が疲れてる人にぴったりな形。あなたピアノの前にいることも多いからいいんじゃないかな。あ、これもいい。綿とパイプの2種類が使われてるんだよ。ほら、触ってみて。こっちの面と裏面で違うのわかる？そうそう、綿は柔らかくて気持ちいいし、パイプは通気性がいいから夏とか寝やすいと思うよ。あ、これはヒノキ素材が使われてるやつだよ。ヒノキも通気性がいいね。あとはやっぱり香りだよね。何かで読んだんだけど、ヒノキの香りはリラックス効果があるんだって。頑張って、お気に入りの一品をハントするんだよ。でも確かに困っちゃうよね。こんなにたくさんあるんだもん。だから寝心地を試させてもらおう。かなたちゃんも気になるの試したい。すやー。